第5回生い立ち小学校後編なんですけども、小学校6年生の頃の写真がですね、すいません、見つからなかったんで、今回は当時の思い出を振り返りながら話していこうと思います。そうですね、小学校6年生の時に親が、両親が離婚しちゃったんですよ。それで他の学校に2回目のちょっと転校したんですけど、うまくちょっと学校なじめんで、不登校気味になった感じもあったんですよね。その時にちょうど僕その母方に行ったんですけど、その結構迎えに来てもらって、帰りの車とかちょっとしょんぼりするじゃないですか。そういう時にちょうどね、ダパンプさんの曲が流れてたんですけど、それでちょっともう大好きになっちゃって、でそこからダンスを踊れるような、ちょっと歌手になりたいなって、もう本当にすごい、そうですね、その時ちょっとやっぱ涙出ちゃったんで、そういう歌を歌えるような、歌手になりたいなって思ってました。当時を振り返って、そうですね、やっぱ自分にとってはやっぱ辛い時期だったけど、やっぱあの時期があったから、今もこうして音楽続けられてるんだなって思いますね、根本的には。あっこから、やっぱ人に何か伝える音楽、それは楽しいサウンドだったり、悲しいサウンドだったり、要は人と感情を共有したいというか、そうですね、やっぱり音楽始めるきっかけになった時期ですね、間違いなくそうですね。